はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。これ年表ないんでですね、前回振り返ってみましょう。残り83ターンのところですね、7ターンぐらい終わったんでしょうか。これイベントにですね、振り回されまして、強撃をされてはいけないっていうのに強撃されましたね。で、一つですね、見直してみて気づいたんですけど、もしかしたらですけど、長藩に出ると出てきてしまう、徐陽から。そういう状況を作ってしまったかなと、まあ、推測ですが反省しております。あの時にですね、もうちょっと圧倒的に旅毛軍を囲みまして、負傷兵を吸っていた方が後々良かったかもしれないな、なんてね、思っていますが、さて今回うまく城陽へ進攻できるのか、はたまたまた攻められてしまうのか、考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。さて、どうなりますでしょうか。おっと、これは水行の徐行ですね。なんかほのぼのとしてまいりました。さっきよりいいですね。1月下旬ターンですね。兵の動きはあまりありません。さて、議場まで進みましたね。兵の動きありませんね。矢倉を作りまして、破壊工作してきた。でもあんまり壊れてないですね。弓矢倉議場完成でございます。輸送入りましたね。どうしようかな。まだ兵器を出すには早いんで、勘銀兵を出しましょうか。観察は突っ込んじゃうんで。魚鱗奮戦激励、これどれくらい持っていこう。7000ぐらい。危ないかな、これ公領また攻められたらバックしないといけないんで、微妙なところでございますが、いきます。出番よ。そしてこちらはですね、徐行が入ってきちゃいましたが、周走で多分平坦切れると思うんですよね。なおかつこの歩を取り、隣接効果消していかないとダメージ高いんで、まず常用の8000。お、宋人単体か。これ日和な間に合うかな。間に合えば当たりそう。あれ、そっち行くの宋人。マジか、あいつ頭いいぞ。あ、なんとか生きてる。平坦は切るけども、各所より報告です。周宗は生きて帰れない。これはマジか、心得た。なんて頭いいんだ。これ早く城陽を落とさないと、これ両毛も力をまた蓄えるんで。周宗壊滅。これは頭がいい、参っちゃうな。そしてやってくる、こちらにやってくる。勘銀兵狙いか。で、雨金か。8000は雨金でした。ここは日和なうまく入りまして、割と楽に倒せる。このターンどうでしょう。宋人どう出るか。なんだそれ、うろうろしてる、うろうろしてる。しかし雨金を撃破だ。で、関羽に寄ってきた宋人。一騎打ち、一騎打ち、一騎打ち行ってくれ。さて、またですね、旅毛出てきちゃいましたね。やっぱり急がないといけなかった。およそ2万ですかね。しかしこちら宋人を倒しました。弓矢倉が倒しましたね。ご報告いたします。まあしかし、なんとかこちら側の歩3つは取りましたね。戻らなければいけないですね。しかしね、ちょっともったいないかな。まあまあ、まず関羽は兵数少ないんで戻しますね。でも引いて、あれ、なんだこれ。あ、塗りながら進んでくる。頭いいな。関羽が公領に退却いたします。そして両家ですね、半進行取りました。
このままですね平坦切り向かいましょう。乗用の前はだいぶ詰めましたね。そして我々前回の反省を生かしまして、まず火罠を作ってお待ちかねだ。まあ城にベタ好きでもいいような気はしますけどね。さてスコア的にどうなんでしょう。結構時間かかってる気もしないではないですけども、両毛軍どう出るか。帝宝賞金ですね。結構弓矢倉いい仕事してます。賞金を釘付けにしている。そして関羽の方掛け入れましたけどもかかりませんでしたね。各所より報告です。火のある方には行かないご様子で、これは周宗の方に行きそうなのでちょっとひらりと避けて、どうした関羽を前に出して弓矢倉補修の構えを見せましょう。承知。女王完全に沈黙しましたね。兵数差があまりないからなのか。そして両毛ですね、両家を追っております。しかし両家ここまで来れば平坦切れできるはず。どうなっていくでしょうか。そして賞金もう弓矢倉にかなりやられてしまった。こちらをご覧ください。両毛の平坦切れませんでしたね。しかし両毛もう戻ってこれない。で平坦切れますが、これリクソンどうなんでしょう。勝てるのかな。数字上では勝てるかな。微妙なところですね。両毛はこちらに行く。でも平坦切れは逃れられないぞ。おっとこれは一騎打ちだ。関羽賞金いいですね。104対86、でかい。でかくない。さあ行ってみましょう。待ちこい。もう3号目勝つとし関羽の勝ちだ。おガツッと減らす。でこれどう見ても両家は両毛の平坦を切り、ウリンコを入ればいいわけですね。ただ青蘭に勝てない可能性がある。大丈夫かな。賞金撃破どうだろう。ウリンコまでは到達しない。あれすいません、両毛の平坦が切れてないんですが、これ曹操と同盟ですか。今頃ですかこれ。あ、同盟か。友好ってのが、あ、同盟ですね。だから平坦切れないんだ。そっかそっか、こっちに行くのおかしいなと思ったんですけど、これじゃあしっかりここ横断しないと両家の平坦が切れる。お引くのか。引く、いやいやいや、これ両家やっぱ勝てないわ。青蘭に勝てない。てか船出ちゃったのか。あら、また失敗した。引いたわ。なんだと。やりました。弱っ。青蘭に負ける船。ご報告いたします。ではもう兵器出しましょう。鳥類がいいかな。鳥類ですね。陶石1台6000でどうだ。これを前に出しましょう。カウシューソンもそのまま行っちゃいましょう。これで乗用落ちるでしょう、いくらなんでも。ただ一回受け止めないといけないかもしれない。みんな行くぞ。大丈夫ですね、両毛軍は引いていきます。こちら乗用へ向かいましょう。さあ目の前まで来ましたね。ここからどう行くか。イーシャンテン詰めていきましょう。2マス外2マス外。
これでいけるのかな。おー、なんだこれは。また嫌な予感がするぞ。これ連日の雨なので川の水量が増え始めた頃から管はジョリルに堰を作り川の水をせき止めさせていた。よし、頃合いはよかろう。堰を切って曹操軍を押し流すのだ。おお、なんということだ。このままでは我が軍は崩壊の危機だ。なんとかせねばならぬ。なんとか、お、これ繁盛のやつだ。繁盛水没。でもこれどうなるんだっけ。なんか嫌な予感するな。関羽が起こした洪水により曹仁軍の大半は水没し、将兵の士気は大きく下がることとなった。右近は城陽近くで陣を張っていたが、関羽の起こした洪水に襲われ流されたところを捕らえられた。右近は関羽に命乞いをし、その姿を見た関羽は切る価値もない。右近を一夜につないでおくよう命じた。報徳は城陽の近くで陣を張っていたが、関羽の起こした洪水に襲われ脱出を試みるも濁流の中で捕らえられた。報徳は劉備に仕えるのを拒否し処断を望んだ。その姿勢に心打たれた関羽は望み通り報徳を処断した。普通逆なような気がするけども、あ、これいい方だ。やべえ、これもしかしてイベント起こるの分かってる NPC なのかな。いや、それじゃわけわかんないか。いや、何言ってるかよくわからないな。あは、6000ぐらい減りましたね。各所より報告です。おお、ここまで進めばいいんだ。わかるかそんなもん。ではようやく城陽攻撃始めます。いけるかな、どうかな。これ今頃ですけど、これ強さどんぐらいなんですかね。極級っぽい感じしますけど、どうなんだろう。でも兵出す順番は敵の方が前だったりするんで、ちょっとね、極級じゃないかなとは思ったんですけどもね。あ、ここで出てきますね、6900。さてさて、これがどうなるか。周曹じゃあちょっと引きましょう。わかった。極級だとこれができないですからね。さて残り64ターン。なんか随分ターン数使ってる気がいたしますが、お、投石3連携、うん、しかし421しか入らなかったぞ。で出てきたのは徐行ですね。これ下がっても間に合わないかな。ていうか周曹下がれない、うーん微妙。そして徐陽、残り耐久が半分、兵は3000を切った。さて周曹退却かけましたが、やっぱりダメ。上皇が強い。上兵いなくなる上陽、陥落いたしました。これで上皇は兵隊切れになるかな。うん、でも強いんだなこの人。あ、でも混乱入ってますね。さすがに撃破。こちらをご覧ください。さてさて、なんとか城陽まで行きましたね。あと深夜だけ、兵数もそんなにない。一気に行きたいですねこれ、城に入らないで。あー、でもちょっと投石が少ないな。これは入れて、行けないかな。8000だから行けるでしょう。これはこのままじゃないとすぐ来ちゃいますね、再走あたりが。いやー、ちょっと微妙だな。高架から城陽も来ますからね。で船が弱いからここ渡るのに結構かかるんですよね。でなるべく歩も取った方がいいでしょう、周り。そこまでやるとどうでしょう、結構ターン数かかりそうな気もいたしますし、もう一回両毛が攻めてくることも予想される。いや、これ難しいですね。ちょっと舐めてました。もうちょっと簡単かと思ってました。というところで今回はここまででございます。今回も最後までのご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。